どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、スニーカーの整理をしながらちょっと話すっていうのをやります。で、もともと左利きのエレンっていう自分の漫画の、ファンブック的な位置づけで、なんかそのサブ情報を発信する、YouTube というので始めたんですけど、ゴリゴリ漫画のことばっかりで、結構スケジュールパンパンになってて、今日も久々に午前中だけ空いたというので、久々にダラダラしようかなと思って、ただなんかやっぱその本当にただダラダラしてるだけだと時間もったいないなと思っちゃうタイプなんで、最近買いっぱなしになって放置してたスニーカーをちょっと整理しつつ、なんか雑談でもしようかなと思って、カメラつけっぱなしにして独り言をしながらスニーカーを手入れするおじさんというのをちょっと見てもらえればなと思います。最近この前娘と2人でお出かけした時にたまたま入った、ジャーナルスタンダードで、あっと思って買ったやつスニダンを普通に見てたら定価割れしてたっていうモデルなんですけど、これなんで定価割れしてんのかわかんないんですけど、990のこの前出たやつですね。めちゃくちゃいいからまだ定価割れしてんだったらめっちゃおすすめですけどね。ね、発売直後に定価割れする現象って、まあ明らかにその転売をされる方の中のその値段のバランスがガンと崩れた時に定価割れするんで、転売に対してネガティブな風に思ってる人たちは定価割れした商品を買うっていうのが復讐になると思うんで定価割れを見つけたらぜひ買ってみてください。最近990めちゃくちゃ好きでたくさん履いてます。これも990のなんか暗いですね。990のなんだこれは、多分これあれですよね、いつも名前忘れちゃうんだよね。エメドレ、スマホで今撮影してるから検索できないんですけど、エメドレのタグはね絶対に切るんですよ。プレネとかも気にせず全部履くので、このね本当にスニーカー好きなのか疑われるんですけど、このシューレース通すのが本当に嫌いなんですよね。なんかスニーカー好きな人ってシューレース通すの全然苦じゃない顔してるじゃないですか。めちゃくちゃ苦なんですよね。8割ぐらいのスニーカーって買った時紐通ってますよね。でも2割ぐらいのスニーカー買った時紐通ってないんですよね。この状態で入ってるんですよ。これ何なんだろうね。なんかジョーダン1とかは絶対通ってないイメージ。そんなに多分人気ないカラーだと思うんですけど、渋い色が好きなんですよね。これなんか一見派手なんですけど、すごいくすんだ緑、くすんだ紫なんで愛着が湧くというか、モンスターズインクに出てきそうなカラーリングですけど、なんかこういうちょっとダサかっこいい色が好きですね。ただ実際なんかめちゃくちゃ合わせるの難しいと思うんで、なんか出番はそんなに多くないかもしれないですけど、990で言うとこの前フェイナムさんの取材でも紹介してもらったムーンビーム、これはめちゃくちゃ履きますね。これちょっとなんか訳あって2足家にあったんで、でも正確には奥さんのも入れて3足家にあるんですけど、1足この前足がもうボロボロになってしまったうちの父親にあげました。これも990、こいつはキッスのデザイナーのあれですね、やつですね。もう結構もう優勝ですよね、この色味は。黒とネイビー鉄板、いやこれクソかっこいいなと思って、この辺がやっぱよく履きますね990の中では。
990ってごめんなさい、僕なんかその正式な呼び名とかをあんまり気にしてないんで990990って言ってるんですけど、 V3 まで言わなきゃいけないんだよね多分。 YouTube 撮りながら整理しようと思った理由の一つに、ちょっと最近ニューバランス履く頻度が増えてきて、なんか下駄箱を一回こう出し入れしてニューバランスを固めたいと思ってなんか整理しようと思ったんですけど、最近ちょっと履きすぎて控えてるんですけど、まあこれ今年の頭とかずっと履いてましたね。2002のなんて名前だっけ、これこの切りっぱなしシリーズの第1弾ですね。切りっぱなしシリーズはこなんか最初画像で見た時になんかやりすぎかなと思ってたんですけど、なんか実際履いてこの割とそのなんか新品じゃなくなってくるにつれてなんか愛着が湧くデザインでいいなと思って、ヴィンテージ加工というかなんか割と傷んでる加工をねしてるんですよ。こうなんか結構履き込んでる感じするんで、まあ実際たくさん履いたからちょっとさどこがデザインでどこが本当か分かりづらいんですけど、ただなんかそこがいいなっていうか、この切りっぱなしがどんどんなんかこう本当にやられてくる感じがいいなと思ってます。でそのシリーズの最近のもっとやっちゃいましたっていうこれねいいっすよね。2002同じこれ1回しか書いてないでこれなんですよ。だからほぼデザインなんですよこれ。裏もあのちょっと分かりたいな、裏もね最初から汚し入ってんですよこれ。これ相当やっちゃってんなっていうかいいなっていう感じで、なんかね確か同じシリーズのはずなんだけど明らかになんか重さが違えんだよな。なんで重さが違うのか、こっちの方がだいぶ重い。まあ、2002のこの切りっぱなしデザインは割と当たりだったなと思ってます。ちょっとあんまりその 10代の子が履いてるスニーカーと同じのはちょっとどうかなって思う今日この頃になってきたので、まあスニーカー年齢関係ないんで別に履いてる人は履いてるし本当に人それぞれなんだけど、あのまあまあちょっとニューバランスいいなと最近思ってます。まああと990にハマったきっかけですね、もう最近なんですけど、あのジョウンドのこのカラーリングを買ったあたりで火がついたというか、前からあのもちろん990好きだったんですけど、最近このニューバランスソール黒いの多いんですけど、ソール黒い990めっちゃかっこいいじゃんと思ってなんか買いました。そうね、だからなんか意外とこのソールが好きなのかもしれない。ソールの形がエンキャップの、まあ、僕もなんか それなりにスニーカー好きなんですけど、そのパッと見てあの識別できるほどその詳しくないというか、あの遠目でそのニューバランスの番号当てるとか結構間違えそうだなとか思うから、そんなになんかあのだって結構、ね、上から見たら似てるじゃないですか。なんかこっちの方がちょっとあの洗練されてるんだよね。あのタフな感じしません、このソールの感じが、まあデコボコってなんかやっぱシュッとしてるよね993。まあ好きなんですけど993も、これもあのさっき言ったそのエメドレレオン、ちょっと毎回分かんなくなっちゃうんだけど、あのの別注のやつで、そこのエメのそのデザイナー、エメって略していいのか分かんないけど、エメのデザイナーの方が今ニューバランスに来て、あのさっきのムーンブイブとかをなんかまあデザインされてるとかそういう流れらしくて、コラボでその相性が証明されていたそのデザイナーさんが今ニューバランスに来てるということらしいので、最近ニューバランスのそのインラインのレベルがかなり上がってるっていうふうになんか詳しい人が言ってました。ジョーンドはね意外とちょっと合わせるの難しかった。あのこういう同色系と合わせちゃうとまあいいのか、まあこれは意外とこのパンツは合いそうですね。
でもなんかまあ、あの何にでも合うわけじゃないんで、ちょっと難しかった。これの前のネイビーのやつは多分割と何でも合うんですけど。でジョウンドつながりで、あの最近出たこれリーボックのジョウンドコラボです。これもめちゃくちゃかっこいいですよね。リーボックはスニーカーそんなに詳しくない方向けに今喋ってるんで、そのリーボックファンからしたらもうそりゃそうだろうって感じだと思うんですけど、リーボックってやっぱポンプフューリーのイメージが、インスタポンプフューリーのイメージがすごい強いと思うんですけど、それだけじゃなくてやっぱりこういう、もう僕もポンプフューリー大好き派閥人間なんで、まあリーボックといえばポンプって個人的には思ってるんだけど、ただ一番代名詞って言ったらやっぱ白いスニーカー系なんじゃないかなと思ってて、あのクラブ C とかのあっち系なんじゃないかなと思うぐらい、やっぱリーボックといえば白いスニーカーなんですね。クリーンな白いスニーカーだと思うので、まあそれのジョウンドのアレンジっていうので、あのめちゃくちゃかっこいい、本当にスーパーミニマムって感じでいいですね。この後ろにも何も入ってない、なんか入れたくなっちゃうのね、これ。ここをやらないのがやっぱ渋いなっていう感じですね。本当に最小限。だなんかリーボック普段履かないよとか、ジョウンドって誰みたいな人でもおすすめなんじゃないでしょうか。あの、これは990の V5 か。まあやっぱり990シリーズ。やっぱ好きだなって、990系譜のあの辺が好きだなっていうのは思うんですけど、まあ流行ってるしね最近。だからこれはちょっと昔のやつで、あの先輩から譲り受けた、あのエンジニアガーメンツの、コラボやつです。パッと見シンプルなスニーカーなんだけど、左右で使ってる革が違ったりして、あのまああの左右でめちゃくちゃなデザインになってるのをナイキの文脈でクレイジーカラーって言いますけど、あの異素材でクレイジーカラーやってるやつ、すごい渋い。なんか全然関係ないですけど、あのニューヨークで、あのエンジニアガーメンツですよね。この世の全てを雰囲気で覚えてるんで、あの微妙に名前間違えたりするのが多いんで、ちょっとブランド名とか違ったらすいませんけど、エンジニアガーメンツのデザイナーさんの息子さんとニューヨークで出会ったんですよ。だから2人でご飯行って、あの当時何年前だ、左引きのエレンの連載が始まるちょっと前だったんで、っていうかあのちょっとまあ半分取材みたいなのを兼ねて、1回ニューヨーク1ヶ月ぐらいプライベートで行ったことがあって、であのジャンププラスで左引きのエレンリメイク連載するって時に、まあ取材を兼ねてニューヨーク行ってたんですけど、その時にあの、まあ、どうせ取材だからっていうので、普通に旅行で行くだけだと会えない人に会いたいなと思ってて、なんかニューヨークの知り合いとかに連絡して、まあおこがましいですけど、なんか行けてる人いたら紹介してみたいな感じで、あのいろいろおねだりしてたら紹介してもらったって感じ。なんかあの自分もブランド立ち上げるみたいな話してて、あのすごいねっていう話をしましたね。連載始まる前だから5年前か6年前だと思うんですけど、まあ、今も大して詳しくないけど、当時はあの今の10分の1ぐらいのファッションへの熱量だったんで、あのどれだけすごいブランドなのかもよく分かってなくて、でも向こうも向こうであのずっとニューヨーク住んでる人だから、日本人で日本語ペラペラなんだけど、もうずっと向こうに住んでるから、ジャンプってまだあるんだみたいなこと言ってたまあお互い様、お互い知らない異文化の話で盛り上がってた。これも2002なんですけど、これは何で買ったのか全く覚えてないですね。やっぱりその単純にその単体で見た時にいい悪いじゃなくて、そのこう並びであるじゃないですか。なんか単体としてはめちゃくちゃ好きなんだけど、そのこの洋服だったら比べたらこっちの方が合うわみたいなので、なんかちょっと競合次第、あの選んで履くかどうかって、その競合並び次第じゃないですか。なんかそれに弱いんだよね、これ。なんかこれ履くんだったらこっち履いた方が合うんじゃないかみたいな思うシーンが多すぎて、あ、だからでもこれ履いてたな、あの
確かエレンの舞台行った時これ入ってた気がする。だから その時の服装にはこれがあったんですよね。あのちょっとチャコールっぽいセットアップ着ててこれ入ってたから、その時にはこいつだわ。じゃあその時に履きます。はい。そんで実はこれを探してたというか、あの今日めちゃくちゃ雨降ってたんですけど、57/40って何て読むんでしたっけ、この読み方わかんないんだけど、この最近ちょっとあのコラボとか多いこのあのギャルソンのやつなんですけど、これ僕別にギャルソンがあの好きだからとかではなく、あギャルソン別に嫌いじゃないですけど、ただなんでこれ持ってきたかっていうと、あのゴアテックスなんですよね。でゴアテックスのをゴアテックスは雨の日にいいと思って、一足は持っといた方がいいと思って、あのまあ一足は持っといた方がいいと言いつつ何足は持ってるんですけど、ただこう本当になんかこうスニーカーがこう乱雑に置かれてると、雨の日であのコアテックス探してる暇がないっていう、なんか結局あの雨の日に履こうと思ってたのに雨の日に見つからないみたいな事態が起こってたんで、ちょっとこれを探してました。これあのまあデザインもあのいい意味でギャルソンっぽく、ギャルソンっぽくないっていうのギャルソンっぽいんですけど、あのギャルソンって一瞬わかんないからいいなと思って、ね、あのともするとここになんか入れられちゃうじゃないですか、ロゴ。そうするとちょっとキャってなっちゃうんで、あのまあまあここのベロのどこぐらいで申し訳程度なんで、まあこれぐらいだったらいいなっていう感じです。ただあの1個だけあの不満があって、何かっていうと、このあのね、黒だからなのかこの素材なのか、あのめちゃくちゃこの靴下のこのダマが残るんですよね。なんか個人的な主観ですけど、この5740のこの感じで防水ってめちゃくちゃ合いません？なんか雨の日に合う形してません？ちょっとブーツっぽいというか、なんか最近この2002の防水も出て話題になってましたけど、そのなんかこの子ってあのちょっと優等生っぽいデザインだから、あのゴアテックスだろうがちょっと雨に濡れてたらちょっとかわいそうな感じします。なんかあのえ濡れて大丈夫なのっていう、あのちょっと心配されそうななんかデザインしてません？この感覚ね、感覚。だからこいつはねちょっと汚れてるぐらいがちょうどいい。なんかそのさっきのヴィンテージ加工とかユーズド加工をされてるぐらいがちょうどよくて、あのだからちょっと文系なんですよ。文系の顔してんだけど、この子はちょっとやっぱ部活やってる顔してるじゃないですか。あのちょっとこいつは帰宅部っぽい顔してんだけど、こいつはちょっと部活やってあのやんちゃな感じしません？だからゴアテックス合うなと思っていろんな意味であの気に入ってます。はい。なんかあの流れ的にあの今日はニューバランスを紹介したという感じになりましたけど、なんか最近そのスニーカー系の取材がめちゃくちゃ増えて、あのこの前のあのフェイナムさんは受けたんですけど、スニーカーの方だけで目立つのもなっていう気もしてたんで、ちょっと断り結構してたんですけど、ほぼ断ってたんですけど、なんか多分スニーカーブームが結構長期化してるじゃないですか。なんかこれまでなんかその定期的にスニーカーブームってあったと思うんですけど、最近その今回のブーム結構長くないですか？取材のネタがつき始めたんじゃないかなと思って、なんかもうスニーカー好きで有名な人一通り取材しちゃって、芸人さんからあのなんかアーティストさんからコレクターから、ショップの方とかいろんな人に取材して回った結果、もうネタがないってなって、漫画家でもいるらしいよみたいなね、あの最近取材が殺到してんのかなっていう気はするんですけど、あのただねやっぱいつも条件であるのが、あの取材のあれであるのが、あのスニーカー持ってきてくださいっていうのがほとんどなんですよね。たまにあのたまにそのうちまで来てくれますっていうのだと受けたりするんですけど、やっぱ持ってきてくださいがね結構きついんですよね、個人的に。あのね、車移動だから別にね持ってこいよって感じだと思うけど、その箱捨てちゃうから持ってくってなった時に、あのもう素の状態で持っていかないといけないじゃないですか。それをなんかあの
でっかい袋にこう詰めて持ってくるんですよ。あの持ってくとしたらなんか嫌なんですよね。この袋にスニーカー詰め込んでこう担いで持ってくのなんかすげえ嫌なんですよね。スニーカーもかわいそうだし、なんかあの履き潰すのは全然ね罪悪感ないんだけど、袋に詰め込むのちょっとかわいそうだなと思っちゃうんで、まあまあ、あのなのでそのうちに来てくれるんだったら取材受けますって感じのスタンスでやってるんで、もしあの、ご興味のある方はそんな感じで覚えておいてください。まあ、あのとはいえその僕そのスニーカー好きなのは本当に好きなんですけど、あの詳しくはないんで、別に本当にあのその辺の人なんで、まあまあ、あの個人的にさっきのなんかそのこいつは文系でこいつはちょっと陸上部みたいな、なんかそういうあのかこもう超個人的個人の主観の話だったら、まあいくらでもできるんで、まあまあそういう楽しみ方を一人でやってるんでって感じです。まあね、でもスニーカーの取材をいくらやったって漫画売れないんでね、ちょっとどうかと思うんだけどね、難しいですよね。だからこの前のフェイナムさんはすごい ありがたかったのは、漫画の話を挟みながらスニーカーの話してくれてるじゃないですか。あの漫画にも出てきますよねとか、なんか漫画のあのシーンでこう使われてましたよねっていう話を織り交ぜながら引き出してくれたので、めちゃくちゃ持ってるな、腕がいいインタビュアー、本当に腕がいいインタビュアーさんってすごい違うんですよ。この5年ぐらいで多分取材50本ぐらい受けたと思うんですけど、なんかやっぱ申し訳ないですけど、やっぱ腕がめちゃくちゃ差がつくんですよね、腕で、あのインタビュアーさんの。あ、まあ僕は幸いなんかほとんどの方は素晴らしい方だったんですけど、でもなんか逆にそのいい方の話をすると、やっぱり R25 とかああいうみんながまあよく話題になる媒体とかはやっぱりインタビュアーのレベルが違うんですよね。 R25 ってみんな知ってると思うんですけど、まあ今新 R25 か、有名なだけ あると言ったら上から目線ですけど、スニーカーの取材が受けづらくなってる理由があって、あの去年引っ越したんですけど、前はスニーカーの部屋がちゃんとあったんですよ。1個の部屋丸ごと潰してスニーカー部屋にしてたんですけど、GQ の、アントニーさんのスニーカーホリックっていうYouTube チャンネルのなんか第1段か2段ぐらいの超最初の頃に出てるんですけど、その時はスニーカー部屋があったんですよ。こうしかも特注のラックがあったんですよ。発注してこのサイズで作ってくれっていう特注のラックがあって、そこにビシッって並んでたから超気持ちよかったんですけど、引っ越すにあたってあんたに一部屋余分に与える部屋はねえとなって、一応ウォークインクローゼット大きめののがあるんで、そこにまあなんとか入ってるで、入りきんなかったのは全部友達後輩にあげたって感じだったんで、一回ちょっと整理しちゃったんですよね。まあ整理したっつってもまだ多分100足はあると思うんですけど、だからまあなんだろうな、要はそのスニーカーの取材をした時に欲しいであろう絵が撮れないというか、バーッ並んでるっていう絵が撮りづらくなっちゃって、もうウォークインクローゼットにこうグワーって押し込まれてるだけなんで、なんか絵になんないから、ちょっと取材のしがいもないと思うし、まあまあなので今ちょっと仕事場別に作ろうと思ってるんで、仕事場になんか仕事場だから好きにしちゃっていいから、なんか仕事をする机があって、その後ろが全部スニーカーみたいにしてもいいかなとかいろいろ妄想中なんで、まあそういうのが整ってから、まあその時にね、まだスニーカーブーム続いてたらなんか取材受けようかなみたいな感じです。まあでも自分個人的にやっぱスニーカーを、人のスニーカーの話聞くのが楽しいんで、なんか自分の話なんかしてもなっていう、はい、まあそんな感じでそろそろ仕事に戻ろうかなと思います。まあいいリフレッシュになりました、ありがとうございます。本当に左利きねえねん関係ない回になっちゃって申し訳ないですけど、まあ、最後に申し訳程度に左利きネレンの話と絡めると、さっき AK5 のコラボ、ヤビクさんの
作品が上がってきてサンプルも上がってきたと聞きました。なのでそろそろサンプル見に行くっていう動画を撮れるかなと思ってます。我が家の特等席にあるこの作品を作ってくれたアーティストさんです。このヤベクさんの、このじゃないけどこれを描いてるヤベクさんっていう新進系のアーティストさんの、左引きネーネーコラボさせていただくことになったので、そのうち、ファーストサンプルを動画で収められるかなと思ってます。そんな感じでまた、次は左引きネーネー関係ある動画をちゃんと撮るんで、よかったらチャンネル登録などグッドボタンをよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。